それもやりますでね。はい、では本日のレクチャーをいたします。はい、では本日のテーマ浜北人です。勝手に喋っていいですからね。はい、よいしょ。浜北人ということで、これは昭和36年、1961年にね、この辺りまさにここで、発見されたんですけれども、ここはあの見てご覧のように石灰石の採石場だったわけですね。で、その石灰岩の中にできた洞窟から化石になった人の骨と動物の骨が発見されました。で、2つの層に分かれて発見されたんですけれども、上の層から発見された人骨は頭の骨、歯の骨から鎖骨、腕の骨、それから腰の骨と、いうことで、20代女性の化石であることが判明しました。そこに絵が書いてありますね。はい、下の層からは右足のすねの骨 7.5センチで幅2センチの化石が発見されました。で、これらの化石人骨は2002年、平成14年ですけれども、放射性炭素による年代測定を行って、上の層から出た骨が今から1万4000年前のもので、下の地層から出た骨が今から1万8000年前のものであるということが分かりました。で、これが浜北人と名付けられた化石の骨で、旧石器時代の人骨、本州最古の、人骨から、分類としては、ね、新人とされている。このキーワードはだから、旧石器時代で本州最古の人骨で新人というふうなことがキーワードになっています。で、現在この骨はですね、東京大学の博物館に保管されておりまして、ここはね、遺跡として今保存されております。で、人骨のレプリカが浜松市博物館と、それから浜北にある、浜北市民ミュージアム歴史館に、置いてありますということで、このキーワードについて解説をしますね。まず旧石器時代、学校で習いましたが、もう一度おさらいですよ。旧石器時代とは、はい、獲物を追って移動する生活、要するに狩猟生活をしていた。それから石を打ち砕いて作った打製石器を使用していた。こういう感じです。そうですね、打製ですね。はい、それから、無土器文化、土器を使用していないと。これが旧石器時代の定義ですね。ですので約400万年前から、400万年前ですよ、から1万4000年前まで続いたと言われている、非常に長い期間続いたんですけれども、それが旧石器時代、その最後型の骨がこの浜北人骨であるということですね。旧石器時代、分かりましたか。はい、次で、日本での旧石器時代なんですけれども、縄文時代を遡る時代の遺跡や遺物は長い間発見されてませんでした。で、日本縄文時代以前に日本列島には人類は居住していないとずっと考えられていたんですね。ところがですね、1949年昭和24年戦後すぐに相沢忠助ただひろ、失礼ね、というアマチュア考古学者が岩宿、群馬県新田郡笠掛村、現在の緑市笠掛町ですね、にかで、その関東ローム層から旧石器を発見しました。で、日本の旧石器時代の調査研究はここから始まりました、ね。で、現在までに日本列島全域でもう4000箇所を超える旧石器時代の遺跡が確認されています。で、これらの遺跡のほとんどが3万年から1万2000年前の後期旧石器時代、ね、いうことで、割と新しい方の旧石器時代のものが日本で、見つかっているということです。で、中でも最も古いのが12万年前、これは島根県の出雲市の砂原遺跡っていうのにね、が12万年前で日本で一番古いと
されております。地質学的にはですね、氷河期、氷新世、氷河時代のいうことで非常に寒い時代であったということで、ヨーロッパの考古学時代区分でいうと旧石器時代なんですけれども、当然ながら旧石器時代という限りは新石器時代もありまして、新石器時代っていうのは日本では縄文時代に相当するということですね。旧石器が無土器なので、新石器は土器があります。それが日本では縄文土器ということで、石器としては磨製石器、打製石器は石を砕いてその角だけなんですけども、磨製っていうのは磨きますのでね、磨いて刃を尖らせて作る磨製石器。それから新石器時代は、先ほど狩猟採集っていうふうに言いましたけれども、旧石器は、新石器は農耕牧畜が始まった時代、要するにそれが新石器と旧石器の、違いを表しております。で、ただし日本の縄文時代はそのいわゆる分類からちょっと外れてまして、農耕牧畜がそれほどはっきりと残ってませんのでね、日本の縄文時代はちょっと特殊な分類になっておりますね。はい。で、日本で唯一の新人の骨というふうに先ほど言いましたが、そんなことはない。我々学校時代に三日美人とかね、牛川人とか明石人、明石源人っていうね、習いましたけれども、じゃあそれ今どうなってるのかということなんですけれども、三日美人、これはね、昭和33年に三日美町のやっぱり石炭採石場で発見されました。でね、それは、2万年前の人の骨というふうにされていたんですけれども、昭和平成25年に再調査したところですね、放射性炭素法ですね、それが8200年前から12000年前の要するに縄文時代の骨ということが分かったので、いわゆる旧石器時代人のから外れました。それから牛川人っていうのがあります。これは愛知県豊橋市の牛川町の石灰岩の割れ目から発見されたんですけれども、これはですね、腕骨と大腿骨が発見されたんですけれども、実はこれは人間の骨ではなくて動物の骨だという鑑定が見つかりまして、これもそのリストから外されました。最後に明石人なんですけれども、これは明石源人って言われてね、割と記憶にあるんですけれども、これもですね、これは昭和6年戦前に発見された、明石市の海岸において発見されたんですけれども、発見者がアマチュアの考古学者で、戦前のことですのであまり顧みられなかったんですね。で、東京大学で調査をしようとしたんですが、調査の途中で放り投げられまして、その後その骨はですね、東京大空襲で燃えてしまいました。ですので、新しいそのいわゆるその年代測定のね、炭素法がで確認できなくてですね、この明石人っていうのは正しい年代が確定できないので、今は明石人っていうものはほぼ議論に乗ってこないという状況になっておるということでございます。はい、次では、じゃあその新人とは何か、先ほど原人とも言いましたけれども、人類の進化で古い順に猿人、原人で旧人、新人というふうに進化をしてきたわけなんですけれども、猿人っていうのはオーストラロピテクスっていうふうに聞いたことあると思いますけどね、オーストラロピテクスのことで、これは700万年前アフリカ大陸に出現したと。で、130万年前まで生息していただろうと考える最初の人類で、脳の容積がですね、500ミリリットルで、現在の人は1350ミリリットルですね、3分の1ほどの、人でしたが、いずれにしても尾がなくて直立二足歩行をしていたので、手が自由になって道具を使えていたということで、猿と違う
円陣という分類になっているわけですね。で次が原陣、これがホモエレクトス、ホモっていうのは人という意味ですね。でエレクトスっていうのは立つっていう意味ですので、そのいわゆるホモ族に対する属するですね人類のその一群を示す、これはね学術的にはあんまり正しい言い方ではないんですけれども、まあ、一群の人々を言ってホモハビリスとかですね、それからホモエレクトス、これはホモエレクトスの中にはジャワ原人とか北京原人などが含まれているんですけれども、そういった人たち の分類でおよそ240万年前から140万年前ぐらいまで、存在したと言われてまして、で現在人族の祖先は、ホモエレクトスから分かれてきたんではないかと。ホモエレクトスっていうのは先ほど言ったジャワ原人とか北京原人を含む、分類の部分ですね。で旧人新人っていうのがですね、分類としてあるんですけど、今は旧人という言い方あまりしないんですけども、旧人にかつて、含まれていたのがネアンデルタール、聞いたことありますよね。ネアンデルタールは40万年前に出現して、ですのでこの旧人っていうのが現代の人間の直接的なそのつながりのある人々で人族の一種であろうということにされています。でネアンデルタールは正式にはホモネアンデルタレンシスというんですけれども、40万年前に出現して約2万年前に絶滅したと言われてますね。でなんで絶滅したかは分かってないんですけれども、つい最近の研究だとそのネアンデルタールと原生人類がですね交雑をしていてですね、ヨーロッパにそのネアンデルタール人は主にヨーロッパあたりに住んでいたので、ヨーロッパの人たちはネアンデルタールの遺伝子を受け継いでいるということですね。ですので肛毛、壁眼、肌が白いっていうのは ネアンデルタールの特徴ですのでね、その血を受け継いでいるのが、まあ、今のヨーロッパに住む人々のことだというふうにされております。そういう、人類の進化の話ですね。はい、でだんだん古くなっていまして、ホモ・サピエンスの誕生と移動の話なんですけれども、ホモサピエンスは、ホモサピエンスっていうのはですね、ホモっていうのは人という意味です。でサピエンスっていうのは賢いっていう意味ですのでね、賢い人ということなんですけれども、アフリカ単一起源説、アフリカから生まれて移動していったのが現在の人類であるというふうにされているのが一番有力な、学説になっておるということですね。で人類はその単一の、アフリカから生まれた人類がからだんだん分化をして分かれていって現在の、人間たちになったというふうにされております。はい、で ホモサピエンスのこれ移動でちょっと分かりにくいんですけれども、アフリカですね。でアフリカのタンザニアあたりのね第一交代あたりから生まれて、このあたりが、ネグロイド、ね、まあ、黒人と今言われている人種たちが多いところ、そこから、海を渡っていくわけですけど、このピンク色、これがコーカソイドですね。今のヨーロッパ人たちがここに広がっていったわけですけれども、でこの辺にネアンデルタールが住んでいたので、ここでヨーロッパ人は、ネアンデルタールと混血をしたというふうにされているということですね。でこの 中央アジアのこの辺りから分かれてモンゴロイド、ここから分かれているのでモンゴロイドにも多少ネアンデルタールの血が混じっているというふうにされております。血といいますかね、遺伝子がですね。それからここから分かれて
オーストラリアの方へ行ったのがオーストラロイドというオーストラリア原住民ですねが、あのこちらの方へ流れていって、モンゴロイドはアジアからずっと、ベーリング海峡を渡って南アメリカ大陸まで、アメリカ大陸の南アメリカの突端まで渡っていって、これが人類の大きな流れということになりますね。はい、で浜北人のルーツということなんですけれども、古モンゴロイドというですね、東アジアに 分布する黄色人種のうち、南方から日本に移動してきたのが、現日本人、要するに浜北人ではないかとされています。これ、ちょっと分かりにくいんですが、これがまあ中国大陸で、この当時日本列島は中国大陸と、陸続きになってましたね。でここへ食用となる大型動物ナウマンゾウなどがこう当然ながら住んでたわけですけれども、それを追ってこうモンゴロイドが日本地域にやってきたというふうなことに、なっているのではないか。ですので浜北人のルーツは新人のうちのこうモンゴロイドがこの辺りに住んでいたのではないかということでございます。以上、浜北人から人類の歴史まで話を踏みまして、本日のレクチャーは終わりとさせていただきます。で、浜北人についてはですね、ここにありますように浅野さんの作ったいただいた資料